よいしょ。これかな。あ、これだ、これだ。マリネ。似てるでしょ。一番似てるって言われてたけどね。あの、関岡香織、香織姉さんのお姉さん。マリネさん。ゆうひかりの妹。真ん中、鈴江さん姉妹。デビューアルバムだから、すごく若いよね。そんな怒られるね。よいしょ。おつじのいとこ、いとこ会って言ってたけど、それはね、結局、あ、そうそう、萩原のね、兄のことなのかでしょ、萩原のいとこね。で、証券の話もしたでしょ、で、白い巨塔の話もしたでしょ、それから、南京大虐殺の真実についてもしたでしょ。で、なんで一緒にならなかんかったか、萩原兄弟。上、一番上も出版しはったね、証券なくなったね。下二人。ですね。検事。検索。ね。次男やけど、長男扱い。じいじゃん、深さに変えたんちゃう？で、検索を普通の作るやったけど、おかしいなと思って、なんか、あの、柵。あの、どういったの柵。筒付きの系、あ、系か。なんたら作ね。作戦の難しいような作。国策の策、ね。富国強兵策の探しとか。なんで医者にならなかんかと。なんで無理した犯罪学の受験したの。まあ、見逃した時間になるけど。で、わかる、分かってるかって。聞かれた。検索兄の方ね。つまり、旦那の。で、だから、お前をサポートするともやけど、まあ、ちょっと無理やる石だからって、どんなサポートするの？最初からやる気なかったよ。俺もっとやりたいこといっぱいあるもん、とか言って。で、サンタナ。だから、急に弾き始めたら、あ、うまーと思って。って言って、あ、素直だなーって、やっぱり。そんな簡単にうまーとか言わへんねん。やっぱ女の子かなー。サポートしとったよかったな。嘘嘘パンパンってなった。で、歯医者になってるやん、ちゃんと。その後、速攻で。な。もう、がっかり時代があったんじゃん。サンタナ言うとったんじゃん。で、ケンジ兄の方はもう、スポーツカー乗って死んだ。フェラーリかも。なんだろう。忘れた。多分フェラーリ。乗って死んだ。楽しかったかな。で、西原のババアだから、萩原の、うちからの、いとこ。としては、姉、いとこはね、いとこ。西原のババア。なんか、その、だから、なんちゅうかな、おつじが嫌いな人だから、西浦記念館、西浦店。せいぜい観光してあげて。うちのこと嫌いやろ。うちとめっちゃ、憎しみやってるから、西浦店は。行ったって、うちのいとこだし。行くやろ、こんだけ嫌ってたら。おつじめ、と思ったら、西浦の儲けさせたら、おつじめ、いいだから、そしたら。な、先生行ってください。それとね、あと、いとこ会とかよくある。その、フェニキア魔術系のギャグが多いね。謎解きみたいな、練習系のギャグ。もうみんなかましてきやんだけど、特に、その、同じギャグ言いはんねん。で、初めて言ったような顔してあるけど、結構うちもそうやん。ってことは、共通する、まあ、共通する先祖。もちろんすよ。おじいさんかな。たもつじいさん。誰かのギャグやん、それやったら。その遺伝情報が残ってるのあるからみんな。その遺伝情報が変わるねん。そのギャグを言うように、たぶん。そんな前の実際遺伝子って。で、結局、例えばね、その、だけど、おつじよってね。俺は、キュウリが儲かるから、お前、どつがんだって。キュウリが儲かるから、どついてこい。で、言いたがるって人？いや、俺、給料儲けるから、お前のこと、どつかせてもらってて。言わんと、総裁するやろ。ってことは、俺、金儲けてるから、お前のこと、どつかへんねん。っていうやつと、俺、金儲けたから、お前のこと、どつきに来たって。言うとか、総裁するやろ。これ、文系的なフェニキア、すんだけど、N クマホとか、こんなんやね。面白いわ。じゃあ、
給料儲てるから お前をどつくはんねんって言った。その給料もらってるからお前をどつくんやって人が今セットやけどさ、そうじゃなくて、その4種類あるから、ここだけど、こっちもあるよ。給料もらってるからお前のことどつくはんねんって言ったと、あ、金もだし、お前のことどつかせてもらうで、ちょっとそうさえそう。ほんで、給料もらってるからお前のことどつかへんねんでっていう人と、その、金もだからお前のこと、どつかんとこだって、相殺するのが、相乗効果か。で、こっちはつないな。ここもつながなくな。給料もらってるからお前のことどつきに来て、って人と、金もらってるし、悪いな、相殺するのか。ぶつかせてもらう。で、じゃあその給料もらってるからお前のことをどつきに来たんやって言うとか、その金もらったからお前のことをどつかへんねん、総裁するのかこんなギャグばっかりやねんとこかいってしんどいねん。だから頭良くなるよ、疲れんだからどっかから上に来たいとはな、もう漠然とするらしい漠然とするっていうギャグも、萩原の兄のもう得意技やったかな、なんか決め事で最後漠然とすんなよ、漠然と、何やろなそれ、爆笑の間違いか、あれ間違い、それとはあの年だとわざと間違えるよな、爆笑すんのかに漠然とすんなよ、だから分からんな。でも女系のいいとこはその怒ったりする、それについてこれるあのいとこもいたけどね、女系のいとこ、女系のいとこで、うちも女系ってうち女やって言ったら、こんなギャグもう日常かわされるから、いとこと会いたくなかったよ、うちしんどいな、あのいとこかいなんていうものは